んにちは、泉ひなです。今日はですね、最近流行りの純欲メイクというものをしていきたいと思います。純欲メイクは皆さんもう聞いたことある方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、中国が発端で今すごく流行っているメイクです。この純欲メイクっていうのが、あどけない少女っぽさと大人っぽい艶やかな色気というものを兼ね備えたものを純欲メイクというらしいです。キーワードとしてはツヤ感、血色感、透明感、ナチュラルさとのことで、今回実際にメイクしてみました。結構ね、思った以上にいい感じというか、純欲メイクは青みピンクって感じのイメージが強かったので、私はブルベ夏と診断されているので、まあ結構合うんじゃないかなと思ってます。実際に本当にしっくりきてるんですけど、ということで全部ね説明しながらやっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、レッツゴー。はい、じゃあ今お風呂上がりすっぴんなので、ここからメイクをしていきます。じゃあまずはこちらナンバーズインの6番セラムというものを使います。これはねパック的な感じの美容液で、まあ、またね今度動画で詳しく説明する予定なんですけれども、あの化粧前に一滴ねワンプッシュ分垂らすとちょうどいい感じの保湿力になるので、最近はメイク前はこれを使ってます。あ、そうだ、今回のメイクは特にカラコンも重要だと思うので、こちらミュームのツバメというカラーを使います。こんな感じで縁がちょっとグレーっぽくなってて、中が黄色くなってる自然にハーフっぽい感じの目元になれます。で、実際に片目入れてみます。縁がくっきりとしていないので、本当にね本当の眼球みたいな感じで、でも目元をパッと明るく見せてくれる感じがめっちゃ気に入ってるんですよ。私はもともとね眼球が結構茶色い方なんですけれども、こっちはちょっとこう青みっぽくなるので、今回の純欲メイクにすごく合ってるんじゃないかなと思います。両目つけてみた感じはこんな感じです。本当に自然な感じで可愛い。カラコンっていうのは特に印象を変えやすいので、メイク、ね、テーマによって変えるときは特に大事かなと思います。そしたらベースメイクをやっていきましょう。ベースメイクはツヤ感、陶器肌重視って感じで、しっかりとツヤも残しつつ、でもちゃんとお肌の赤みとかもカバーして、つるんとした感じのお肌を目指していきます。まあでもいつも通りのベースメイクなんですよね。それがまずこちら、私の大好きなポール&ジョーンのプロテクションファンデーションプライマー S01 番です。はい、こちらこんな感じのちょっと肌色っぽい感じの下地なんですけど、これを5点置きして伸ばしていきます。ちょうどワンプッシュで全顔補える感じの量なのもすごくいいんですけど、めちゃくちゃ伸びもいいし、つけ心地もすごく軽くて、肌色の下地だったんですけど、伸ばすとね結構半透明って感じで、でも肌にしっかりとツヤ感を残してくれて、なおかつこのプロテクションファンデーションプライマーは崩れにくいのでね、本当にこれずっと気に入って使ってる。何使ってもこれに戻ってきてしまう。そして次はクリスチャン・ディオールのディオールスキンフォーエバーグロウクッションを使います。このディオールのやつもツヤ感を残しつつもしっかりとカバーしてくれる感じがねめっちゃ気に入ってるんですよ。実際に半分つけてみますね。特に最近私はお肌の赤み、あとこの小鼻の赤みとか口元のくすみが気になってます。あとはちょっともともとねシミとかも多い方なので、そういうのをしっかりとね隠していきたいなと。目元やあとこの唇の色もしっかりと消していきます。はい、今こっちの半分だけ塗ってみたんですけど、小鼻のさ影とかもしっかりと隠れてくれてるし、赤みも消えてくれてるし、めっちゃ綺麗こっちお肌が。じゃあ同じようにこっちも塗っていきます。しっかりとカバーしてくれるんですけど、つけ心地もすごく軽くて、小崩れとかもドロッとした感じもないので、最近こればっか使ってますね。次はジョンソンのベビーパウダーを使います。私はこのねおでことかお鼻の T ゾーンがもう超脂性肌で、本当にね1時間くらいで油でドロッドロになってしまうので、このベビーパウダー必須なんですよ。ということでやっていきます。おでことかは塗ることでやっぱりツヤ感は失われてしまうんですけれども、正直時間が経てば油と一緒になってちょうどいいツヤ感になってくれるので、朝にベビーパウダーを仕込むのが大切です。このお鼻とあとこのほうれい線のところがテカってると一気に老けてしまうので、このほうれい線の上にもしっかりと塗ります。もう本当にこれもフェイスパウダーはいろんなブランドのものを試したんですけど、なんだかんだでベビーパウダーに戻ってしまいます。そしたらこんな感じでお肌は出来上がりました。しっかりとカバーされてね、いい感じ、
じゃあ次はお肌に影を作っていきましょう。こちら私の大好きなシェーディングなんですけど、セザンヌナチュラルマットシェーディングの02番コールトーン、クールトーンを使います。これはマットな感じで色味がすごく影っぽくなるので、なんかたくさん塗っても塗りすぎ感が出ないっていうのがすごくいいポイントです。じゃあこれを付属のブラシにとって、まずは鼻ですね。鼻はこの目と鼻の間のここ高さからまず1本シュッと入れます。そして何回もちょっと重ねて、で小鼻もしっかりと消します。この時に私はこう、わかります？ここを起点にして、起点にしてこんな感じで半円を描くようにこうやってやって小鼻を消してます。ここやるとなんかここがここら辺がへっこんで見えてしまうので、この小鼻のみを消すようにこう三角っぽくやります。そして鼻先はちょっとこう内側に向けて やると鼻先が細く見えます。そしてあとはこのね、さっきの始まりのところからアイホール全体にシェーディングを入れるようにします。この時に眉頭につなげるようにこうするとちょっと顔が長く見えてしまうので、目元の方からで、アイホールもしっかりとシェーディングすることによって、私は特に顔が薄いので顔が濃く彫りが深く見えるので、このやり方がすごくおすすめです。そしたらもう片側も同じようにやっていきます。そしてこの唇の下のくぼみですね、ここもしっかりと、いつもやるんですけど今回は特に結構唇がぽったりしてる感じのイメージでメイクしてる方が多かったので、この工程大事ですね。そして大きめのブラシにシェーディングを取って、フェイスラインですね、フェイスラインはもうしっかりとこのエラから、エラっていうか耳元からですね、もうしっかりと内側に向かってグラデーションになるように入れていきます。もうとにかく皆さん顔がちっちゃい印象だったので、とにかく顔がちっちゃく見えるように入れます。これも普通のなんか他のシェーディングとかだと結構茶色すぎみたいな、シェーディングしてるのが丸分かりってイメージが多いと思うんですけど、この色だったらちゃんと馴染んでくれます。頬骨も私は特に張ってるので入れて、あとはこのおでこの生え際ですね、生え際もしっかりとやります。でもここに入れていくとちょっとこう顔に立体感が出るというか、おでこが丸く見えるのでおすすめです。鼻のシェーディングはしっかりと指でぼかして、こんな感じでシェーディングは一旦終了です。そしたらここで、あ、そう、唇の保湿忘れてた。じゃあディオールのリップマキシマイザーでカラーがコーラルのものを使います。これ本当はちょっと普通のピンク使いたかったんですけど、今これしかなくて、しっかりと保湿しとかなきゃ。純欲メイクは特にさ、唇ぽってりじゃんしかもうるっとした唇の人が多かったイメージなので、じゃあその間に眉毛を描いとこう。じゃあ眉毛にはケイトデザイニングアイブロウ EX の EX7 番を使います。これはこんな感じのちょっとこうアッシュっぽい感じのカラーなので、まあ、今の髪色とあとは今日のメイクにもよく合うんじゃないかなと思ってます。もう眉毛が濃すぎるとちょっと主張が強い顔になってしまうので、この真ん中のカラーだけを使います。じゃあちょっとこの右側だけを描いてみようかな。じゃあまずこのブラシにとって、この眉毛の間から目尻にこうやってスッスッと引きます。ほんと描き足す程度でいいんですよ。眉尻はちょっと濃いめで、もう眉頭は本当に薄く描き足す程度、これくらいでいいと思います。でちょっと細い筆で足りなさそうなところだけ埋めれば、はい、こんな感じで眉毛完成でいいと思います。めっちゃ簡単やんって感じですけど、濃すぎても今日は特に唇が大事だと思ってるので、眉毛はそんな濃すぎない方がいいんじゃないかな。ちょっと描きすぎたなと思ったら指でぼかします。ブラシがある人はブラシでしましょう。そしたらこのタイミングで一旦リップとチークを仕込みましょう。目元が一番最後の方がいいんじゃないかな今回は。リップとチークの色味が特に大切なので、先に塗ってその後色味を調整しながらメイクを完成させます。で今回リップは2色使おうかと思っていて、じゃあまずリップですね。リップまず1番目にこちらシュシュランリップスティックの03番モーブピンクというカラーを使います。これはねベージュっぽい感じのくすみピンクなので絶対今回のメイクに合うと思ったんですよ。じゃあこれをまず下まぶたに薄く一塗り、まあ上唇にも全部一塗りでいいか。こんな感じでベースとしてこの色を入れました。え、すでに可愛くねそして今から紹介するのがもう私大好きなカラーであり大好きなコスメなんですけど、じゃん、こちらジルスチュワートのブルームドロップリップ&チークの07番のカラーです。
もうすでにこのパッケージから色が可愛いんですけど、これはちょっと青みのあるくすみピンクですね。ちょっと濃いめなんですけど、これをリップとチークに使おうと思ってます。リップはまず真ん中だけですね。そしてぼかします。そしてこのね、リップ&チークのすごいところは、リップの時はしっかりめに発色してくれるんですけど、今からチークのせるんですけど、伸ばすと綺麗に薄付きになってくれるんですよ。と、でも緊張する、大事だから。今回のメイクではしっかりとこんな感じでちょんちょんと塗ります。そして鼻先ですね。ちょっとこう下から塗るようにこんな感じで塗って、あと顎も一本引きます。そしたら鼻からぼかしていきます。鼻はね、この間の根元のところとかもしっかりと塗って、そうすると鼻も短く見えるし、チーク塗ってるな感が薄れるので、しっかりと塗るようにしています。ほら、ちゃんと馴染んでくれるでしょ。そして色味がめっちゃ可愛い。顎も横にこうぼかすようにしていきます。顎をこうやってね、チーク入れると顎が短く見えるので、これ私最近毎日やってますね。そしてチークですね。チークはちょっとこの鼻に入るような感じで入れます。これは私が元からやっている方法なんですけれども、今回の純欲メイクでも使えると思います。ちょっと酔っ払ったような、ちょっとだけね、感じでポテッとしたほっぺたになれるので可愛い。可愛くない？そしたらアイメイクをしていきます。アイシャドウに使うのがこちら、カトキンの9色アイシャドウパレットの C10 番のカラーです。これがこんな感じで結構ね、青み系のカラーが揃っているので、今回は特にこのあたりのカラーを使えたらなと思ってます。じゃあまずはこのカラーをブラシにとって、アイホール全体に伸ばしていきます。これちょっとこうベースカラー的な感じで塗って、他のね、色との相性を良くさせます。かわいい。これは涙袋にも全体的に塗っておきます。そんなに色が濃いわけではないので、この後から色を足していきます。そしたらこのカラーをブラシにとって、このまつげの生え際から5ミリ程度、7ミリ程度のところに引きます。このカラーはピンクなんですけれども、しっかりとねこう色がついてるので、ちゃんとね目を大きく影っぽく見せてくれる効果もあります。目尻は私は特にね、目が横幅が短いのがコンプレックスなので、この目の際から1センチくらいはみ出るように描き足していきます。そして同じカラーを涙袋にも、特にこの目頭付近からですね、この目尻あたりも塗っとくか。はい、こんな感じです。そしたらちょっとこう細めのブラシでこのカラーを取って、これはちょっとブラウンっぽい感じのカラーも入ってるので、これを目尻に影っぽく入れます。この時にこのね、上まぶたのラインがそのまま続くような感じでまっすぐ入れると目が大きく見えますね。ほら、しかもちょっとこう垂れ目っぽく見えて、目元は優しくなるんじゃないかな。で、これをもうちょっとこうキリッと見せたい方は、下げた上でちょっとだけ跳ね上げとくと可愛いと思います。どうかしら、目元全然大きさが違くないですか。このカラーをこの目尻にも入れとこうか。しっかりとさ、この目尻にラインを入れたので、ここはあんまり明るすぎるとちょっとね、馴染みが悪いので、あ、めっちゃ良くなった。あとさっきのね、このアイブロウパウダーのこの真ん中の色をさっき同じブラシで、この涙袋の影も描きます。この目頭の下ら辺を特に重点的にやって、黒目の外側くらいまでラインを引きます。はい、こんな感じですね。そしたら指でぼかす。もうね、外側まで引きすぎると描いてる感がマシマシになるので、やっぱりなるべくナチュラルに涙袋を作ります。そしたらしっかりとまつげをビューラーで上げていきます。資生堂のやつを使ってます。先までくるんとなるようにね、3段階くらいに分けて上げていくのがおすすめです。はい、こんな感じで上がりました。そしたらマスカラには、こちらももう恒例となってるんですが、じゃじゃん、こちらヒロインメイクのロングアップマスカラの01番ブラックです。しっかりとね、ここでブラックのマスカラをすることで目元を締めます。これは多分ヒロインメイクの一番定番で昔からあるマスカラなんですけど、最近これにまた戻ってきてて、なぜかというと一番皮脂に崩れない、いろんなマスカラ使ってもやっぱりね、半ダメになるわと思ったところ、やっぱりこのマスカラに戻ったらマジ崩れん。その代わり専用のリムーバーがないと、ただのクレンジングじゃ落ちない。あとこれのデメリットとしては、
しばらく乾かすの頑張らないと、まぶたにつきます。こんだけ綺麗にアイメイクしても。じゃあしっかりとマスカラしていきます。これはもう下からもこうギザギザやるし、上からも通してしっかりと上げるように塗っていきます。セパレート力もしっかりとあるので、このマスカラで十分と目力が出るんじゃなかろうか。そしたら次はフーカルーアのグリッターライナー S07 番のフェアリーピンクベリーというカラーを使います。これはね、こんな感じのピンクの多色ラメで細かめで絶対にこのメイクに合うんですよ。でこれをこの涙袋ですね、黒目の下の一番ぷっくりとした場所にのせて、で残りを細く目頭の方にのせます。そうすると涙袋もちょっとこう横に立体感が出ていい感じの可愛さになります。あとね、このカラーを指にとって、このまぶた黒目の上のとこに一本線引くようにしてのせます。ちょっと横にもね、グラデーションになるように伸ばします。そして残ったやつをこのね、目と鼻の間のところ、ここにものせておきます。あ、めっちゃいい。急にうるつや感が出た。なや、かわいい。このやっぱアイシャドウの、このねアイシャドウのラメ全部かわいいんですよ。はい、そしたら目元は完成しました。どうでしょう、この目の大きさが全然違いますね。じゃあ同じようにこっちもやっていきます。はい、そしたらアイメイクはこんな感じで終わりました。ちょっともうちょっとチークを足してみようか。やっぱりチークがね、濃いめでぽってりしてるイメージだったので、ちょっとね、最後ハイライトでツヤ出しする前にしっかりと塗っておこう。ちょっとこの内側がね、足りない気がしてたので、さらにふわっとした印象に、うん、いい感じ。そしてハイライトですよ、重要な。どんな感じにしよう。じゃあまずはね、私の定番中の定番、こちらセザンヌのパールグローハイライト01番シャンパンベージュでツヤ感を出します。これはなんか特にラメとかは入ってないんですけど、とにかく濡れ感が出るので、これをまず鼻筋ですね、この真ん中の鼻筋の部分、鼻先にもちょんちょんちょんとします。これちょっと境目がね、分かりやすいとダサいので、ちょっとぼかします。ここは付属のブラシで、あごとペタとこの三角ゾーンですね、一応このおでこにも塗っとこう。そしたらラメをね、鼻とかにのせていきましょう。さらなるツヤ感が必要なので、じゃあ急にね、別のアイシャドウパレットが登場したんですけど、バビメロのピーチパレットのこちらのね、白のラメ、これちょっと大粒っぽい感じなんで、これを使っていきます。ちょっと塗りすぎ注意だとは思うので気をつけよう。じゃあまず鼻筋ですね。あ、めっちゃいいかも。はい、こんな感じです。え、かわいい。そして鼻先ですね。鼻先はちょっとこう、ちょっとこう横長にしようかな。かわいい。この目元のとこも足しとこう。この頬骨のとこ、光の当たる部分と、はあ、かわいい。なんかちょうどね、これ今思いつきでアイシャドウでやってみたんですけど、めっちゃ馴染んでかわいい。このね、一番出てるここ、ここに塗ると光が当たってる感じで、ナチュラルな感じでラメが馴染んでくれる。どうですか？めちゃくちゃ良くない？アイラインを描くかをずっと迷ってるんですよ。描くべきかな。すいません、最後にアイメイク終わったって言ったんですけど、ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナーのブラックを使います。さっきね、アイシャドウでラインを描いた影をなぞるように、こんな感じかな。さっきのラインが効いてて馴染みやすくなってる。はい、こんな感じにしました。いい感じじゃない？最後に大事なことだ。唇のツヤ感とラメ、ツヤ感出しにはこちらのリップフォンデュを使います。これめっちゃうるうるっていうか、もっとろっとろの唇になるのでおすすめ。なんか本当にぽってりした感じの唇だからな。どう？急にぽってり感出た。あとこのね、筆を唇の山に塗ります。どうですか？かわいい。めっちゃ唇がかわいくなりましたって感じで、メイクちょっと完成したのでセットしてきます。
こんな感じで今回の純欲メイクは以上になります。めちゃくちゃ可愛く仕上がってしまいました。ちょっとこれは毎日メイクに昇格しそうな感じの勢いですごく可愛くて、私としてもなんか自分でも見たことないような自分が出来上がったのでびっくりです。ちょっとやってみた感じ田中みな実さん風な感じになれるかなと思いました。やっぱりこのね、なんか肌が白目でほっぺたがこう赤くじゅんわり血色感って感じなのがいいんじゃないかなと思います。今日の動画もいかがだったでしょうか。純欲メイク可愛いね、可愛いね、似合ってるって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠